ホライフニュースマイク拉支局の女性記者、蓬莱ライフがホットな話題をご紹介。というわけで、本日は、村人を踊らせる意外な方法です。さて、その方法は極めて簡単。まずは縦1マス、横2マス、深さ3マスの穴を掘りましたら、穴の底に設置したベッドに村人を寝させてください。続きまして、ブロックを2個設置して、村人ごとベッドを埋め立てましたら、さらにハーフブロック2個をこのように設置してください。その後、枕の真上のハーフブロックを水没させ、その周囲三方にレールを設置しましたら、あとは朝まで時間を進めて村人を地上に脱出させてから、さらに時間を進めて夜にするだけ、たったこれだけで村人を踊らせることができるのです。村人を踊らせる意外な方法、ぜひ皆様のマイクラ世界でお試しください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。